松下幸之助が言ってるように、その松下電器は何をする会社だと尋ねられたら、ね、人を作る会社だと。でその後に電気製品を作ってますと答えてほしいと言ったように、結局人作りをやっているんですね、企業活動を通じて。ですから、まあ、これは自分の考えでずっとやってきたことなの で、まあ間違ってるかもしれない。ただいろんなところに紐解いていくとやね、結構合ってるんだよねぴったりと。だから稲森さん、あの、ね、非常に尊敬する方ですけど、まあ、稲森さんの生き方っていう本なんか、ね、まさにそういう世界で、ですからまあ自分がこういろいろ苦労しながら、まあ、アクアイアしてきたもの、まあ、そういうあたりをこう実践すべく皆さんに伝えてるわけなんですけど、まあ、それがね本当に正しく動いて、ね、ちゃんとしたこう成長するね兄の姿を見たいと。だってテニスをね土曜日日曜日も4時間から6時間やってますから、テニスのいいところはね、そのビジネスにやっぱり共通する部分があって、その方が4次元テニスって言ってるんですけど、だから結構技術は、ね、そんなうまくないのに強いのですよ。その強みを発揮できる部分っていうのはある意味でビジネスで、ね、いろいろ考えてやってるところの、まあ、一つの実践みたいなところもあったり、テニスで蓄えしたものをこっち側にも、ね、適用できたりみたいな、それが一つです。もう一つはそのもう授業やってても本当全ては体力健康もう全てですよね。それは人生においてもそうじゃないですか。健康を害してしまったら人生そのものがなかなか楽しくなくなってくると思っちゃう。テニスはまず健康を損なったら多分プレーは全然勝てなくなるね、間違いなく。で怪我してもダメなんで、だからテニスをとにかくそのトーナメントで勝てるレベルにずっと自分を維持していくってことは健康を担保していることになるわけですよね。この健康を担保できてれば仕事にとにかく十分打ち込んで完全にやれるし、自分の人生にとっても生きる、ね、意味をやっぱり追求できるわけです。テニスで戦えるという、ね、トーナメントで戦えるという、それが一つの明確なそのね、明確なそれ戦うためにはもう健康でないといけなくて、そのね、怪我をしちゃいけないし、あるじゃないですか。そういう意味で重要なんですよ。